はい、どうもこんにちは、ちるこです。おちちるです。私が楽しければあなたも楽しい、今日も動画頑張っていきたいと思います。早速ですがリベンジ行ってきましたちょっと早くねいや、っていうのもですね、今日はまあちょっとコンビニにね行く用事があって、まあせっかくだからね、ちょっと様子見にじゃあセブン行こうと思ってセブン見に行ったんですよ。そしたらですよ、すんごい減ってたんですよ。解消がですね、本当数えるぐらいですねしかなくって、フィギュアがゾロ、サンジ、エースマジかと思って、もう本当に給料日前でね本当にお金ないんですけど、これはもう多分頑張ればラストワンショーも狙えるぐらいの数だったんですよね。うん、もうこれは引くしかないなと、うん、ここを逃したら多分誰かの手にエースが渡ってしまうかもしれないと思い、本当ギリギリ3回3回引いてきました。はい、その結果をね、ご報告したいと思います。はい、で今度は順番通りに行きたいと思います。はい、はい、では行きますよ。はい、まず1回目当たったのはこちらです。はい、1回目当たったのはこちら、じゃん。はい、越智賞記念プレートまあ記念プレートはまあ割とあったんでね、うん、はい、キャベツにしました。キャベツ好きなんでね、キャベツ選んできました。はい、まあそうだね。はい、じゃあ次です。いきます。当たったのはなんとこちらです。はい、当たったのはなんとこちら自称色紙あーマジか、やっぱあれだね、今回ダメなのかな。うん、はい、色紙はね結構少なかったですね。でマグカップがなかったと思います、確か。はい、うん、ラストですよ。ラストいきましょう。もう祈るような感じで引きました。当たったのはなんとこちらです。はい、ラスト引いて当たったのはなんとこちらです。じゃん、エースのフィギュアやったこれちょっとすごくないです？これ本当に順番通りにいってます。もう無理だなと思ったんですよ。これはもうまた無理、今回無理かなと思ってたんですけど本当にエース当てました、やったもう本当に良かったです。引いてすごい悩んだんですけどね、いやーエースゲットしました、やりました。はい、ではね早速開封していきたいと思います。はい、まずはね、このエッジ賞の記念プレートからね開けていきましょう。いやーちょっとね、もうまだねちょっと興奮冷めやらないんですよはいはい、キャベツはこちらですね。キャベツは13番ね。はい、こんな感じです。いいね、いいですよ。じゃあ次は、このね色紙ですよ。まだエースが出てないんでね、これでこのエースが出たらちょっと怖いね、引き強すぎてよし、では行きます。では行きますよ。はい、こちらドン、どうでしょうか、エースでしょうか。あー、エースだったらどうしよう。やりました、うわーすごい嬉しい。うわ、これも欲しかったんで、うわー引き強いで裏ですよ、
裏がいいですね。はい、ここに兄弟杯が載ってて、これで俺たちは今日から兄弟だってこういう感じですね。いやーすごい、やりました、すごい嬉しい。うわーすごいですね。はい、ではフィギュアを開封していきましょう。はい、ではね早速、E賞のエースフィギュア開けていきたいと思います。うわーすごいね、箱はこんな感じですね。はい、いやもうこの背中姿からすでにかっこいい。はい、こんな感じ。これが裏ですね。でこっちが正面ですよ。正面見たいと思ってたんですけどね、どういう感じでしょうかね本物は。はいはい、では開けていきます。これバーンですね。バーンかな。あ、テープで止まってる。バーン。あ、そうでもない。こんな感じです。おお、こういう感じ。はいはい、オープン。なるほど。もうすでに、もうメロメロと言いますか、なんと言いますか。いきます。はい、じゃあちょっと こういう感じかな。こういうちょっと斜め後ろ横って感じですかね。こんな感じです。あ、私にピントが合っちゃう。どうでしょうか。私にピント合わない。私、はい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 、どうですかこの後ろ姿。はい、こんな感じです。はい、で正面はこんな感じですね。いや正面もねいいですよ、非常に。うん、こうすると正面見えるかな。はい、この腹筋。はいはい、こんな感じですよ。はい、裏もねちゃんとねこうやって作ってありますね。いやーすごいですね。いやーこのエースがちょっと口をグイッて上げてこの表情分かりますかね。もうたまらんですね、これたまりません。はい、表情もすごいいいですしね。うわすっごい細かい、ここ分かりますね、この中に。もう方向、これもちゃんと作られてるし、すごい細かいです。はい、どうでしょうか、いかがでしょうか。あと見せてないところあるかな。
こんな感じです。もう背中背中がかっこいいってさはい、この横、こっちの横をお見せしてないかな。横いやもうこの手の綺麗な男性ってさ、わかりますよね。女子わかってくれるでしょ。手の綺麗なね、手って結構見ると思うんですよね。私だけかな、うん、いやいいです、この筋肉とかね。はいはい、こんな感じでした。やりましたはい、ということで、一番くじワンピースのザ・ベストエディションのリベンジ大成功になりましたやりましたはい、この色紙も当たったし、もう何よりエースが来てくれて本当にありがとうエースはい、ということでございました。はい、このねフィギュア本当に大切に飾りたいと思います。はい、今日はこれで終わりしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。